騒がしいな。どうしちゃったんだろう。あんまりいい雰囲気じゃなさそうだ。どうする、引き返すか。他に当てはないし、ひとまずビクトルさんを探そう。軍人さんだからいるとしたらお城だよね。志願兵か。いえ、違います。特殊部隊第三小隊、ビクトル隊長との面会を希望です。フィデルが来ていると伝えてください。どういう知り合いか知らんが、今はダメだ。私はそちらの将兵に応えてやってきた、ランドック王国王立研究所から派遣されたフィオーレ・ブルネリ。それでも面会を拒絶する？ちなみにこちらは軍事顧問ダリル殿のご子息、お分かり？父のことは関係な。使えるものなら何でも使う。やたらとコネを振りかざすのは恥ずかしいけど、変なプライドが邪魔をするのは子供の証拠。もっと大人になりなさい。だそうです。なかなか耳の痛い正論だな。申し訳ありません。現在ビクトル隊長は。ブルネリ殿、フィデルたちもどうかしたのか。ビクトルさん、そちらは。私はエマーソン、よろしく。アンヌです。二人には危ないところを助けてもらった上に、リリアの記憶を取り戻すのを手伝ってもらってます。ビクトル・オークビル、フィデルの父君にお世話になっているものだ。実はお願いがあってきました。私たちトレクールに行きたいんです。リリアが少しだけ記憶を取り戻したんです。さらに記憶を取り戻す鍵がトレクールにあるかもしれなくて。ソルトビューが陥落した。それだけじゃない。今や敵軍の手はこの王都近辺に迫っている。仕方ない、手伝うわ。この戦争のためにランドックから派遣されたのに現場を離れてしまった。これは私の責任でもあるから。それならフィオーレさんを連れ出したのは僕だ。僕にも手伝わせてください。及ばずながら私たちも協力しよう。わかった、申し出はありがたく受けよう。ではついてきてくれ。しばらくここで待機していてくれ。それから、あれは特殊部隊員に配給されている物資だ。君たちもあそこから好きなものを持って行ってもらって構わない。まさか、中央まで進出されるとは思わなかったっす。一体、遊撃隊を追加願います。ランドックの術師殿と、その護衛部隊です。再び参戦していただけるのか。はい。それは好都合。
術師殿にはぜひ敵新兵器への対応をお願いしたいものだ。リビア、どうする？一緒に行く。でも、みんな戦っているところへ行くんだよ。平気？年の割になかなか肝が据わっているのね。そういう問題じゃありません。現地の戦争に参加していいのでしょうか？成り行き上、しょうがないだろう。喜んでませんか？そう見えるか？よくわかったね、艦長。あまり大声を出すと目立つぞ。自分としたことも。西よりトレクール軍襲来。最小機エルスール兵数5000。来たか。エスリアの力を見せてやる。了解した。ここが終わり。守るぞ。戻ります。エスラには負けないぞ。総員出撃。我々が出た後に出撃しろ。はい。では戦場で会おう。準備はいいね。リディア、離れちゃダメよ。うん。
す。こっちは大丈夫っす。遠距離から銃で仕留める援護。戦績は後だ。射精する。あいつらミードックの時の。おいおい、あんな物騒なものまで持ち出して。私の部隊がおとりになる。まさか敵に奪われたのか。艦長、未開惑星保護条約違反です。硬いこと言うな。大体先に破ったのはあちらさんだ。危ない。みんな的になる、散開しろ。未開惑星保護条約といったな。貴様ら連邦か。なんでこんなところに連邦の犬がいるんだ。協定違反だぞ。協定違反？どの口が言ってるんだ。未開惑星の戦争に加担しているのはお前らクロノスの方だろう。うるさい、黙れアホが。戦争などどうでもいいのだ。そこにいる小僧が連れているリリアをこちらに渡せ。なぜこんな小さな子供を。黙れクソ虫。連邦が絡んでいるなら手段は選ばんぞクソが。最後の忠告だアホども、リリアを渡せ。なんでこの中域に航宙艦が。どこまでやるつもりなんだ。 CFNZ 違反だぞ。もう一度だけ言うぞクソ虫が、さっさとリリアを渡せ。娘は渡す。その代わり船を遠ざけ。
戦争から手を引け。最初からそうしていればいい、アホどもめ。リリアは渡さない。大体何なんですか、あの空に浮かんでいるのは。知っているんでしょう。今あれに抵抗するのは無理なんだ。今諦めてくれ。必ず反撃のチャンスは来るから。リリア、ミキ、離せ。させるか。やめろ。何、今のが最低レベルの攻撃だ。抵抗が無駄なことが分かったか、アホ。あれはリリアか。力が解放されるのか。なんとクソ素晴らしい。まずい、アホども、早くリリアを捕らえろ。しまった、クソが。クソ、やられた。将軍閣下にご報告なさいますか。差し出がましい口を聞くな、クソ虫が。それよりもまだ近くにいるかもしれん。全力で探し出せ。